どうも昭和レトロおよびレトロ昭和ですって言ってもレトロ昭和って実はまあ名前変更する際にミスってそうなっただけです、ま、実は昭和レトロまあどちらでもいいんです。レトロ昭和でも昭和レトロでも。では今回衝動仮面ライダー VS パーフェクトサイボーグ伝説の10人目仮面ライダーザクロス十字手裏剣&衝撃集中爆弾バージョンを今回いきたいと思います。なんとすごいんですよねこれ。なんと裏を見たら10人ライダー集結する仕組みになってるらしいんです。これは仮面ライダー1号から10号の仮面ライダーゼクロスまで全員揃っているわけなんで、ああ全部揃えるとかなり激アツというわけですね。でこんな感じらしいです。ではまず箱を開けてみましょう。はい、ではどんな感じか。まずはラムネや豚の餌で、他はこんな感じになっています。まあ、前回紹介させていただいたゼクロスと大体同じような感じですね。まあ、武装が違うだけです。まあ、ガンダムとかによくありますよね。では組み立てたいと思います。衝撃集中爆弾十字手裏剣。ちなみにヒーロー戦記ではこれをゼクロスシューティングスターと言っていたそうです。まあ、あのスーパーファミコンのゲームね。以上でゼクロスの紹介でした。ではバイバーイ。